真実の表情戦記、羽生譲の魂、メディアの妄想に立ち向かう。プロフィギュアスケーターの羽生譲さんが、2023年11月の離婚発表からわずか1ヶ月後、一部報道に対して自身の真実を叫びました。タイトなスケジュールの中で、彼はファンに向けて怒りと感謝の気持ちを静かに伝えました。この記事では、羽生譲の言葉を通じて、メディアの妄想との戦いに焦点を当て、 彼が新たなショーに向かっていく姿勢に迫ります。11月17日、離婚を発表したハブさんは、誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道に悩まされ、制限のない幸せを願って離婚を決断したことを明かしました。しかし、一部報道は、妄想や、想像、そして、嘘だけで記事にしてしまい、彼の怒りを引き起こしました。12月26日、ハブさんは X とインスタグラムで、 嘘や妄想で、出会ったことすらない関係者さんの話で記事が出ますが、とコメント。直筆のメッセージでは、スケートに込める決意を述べ、メディアの報道に対する苛立ちを吐露しました。羽生ゆずがここまで言葉を発する姿勢に、ファンは驚きと心配の声を上げています。長らく無言を貫いてきた彼が、メディアに対して立ち向かう決意を示した瞬間です。記事では、彼のファンとしてのサポートと、 真実の姿を理解するために何が重要なのか掘り下げていきます。表情の戦いに挑む羽生譲るの教授羽生乳譲はプロフィギュアスケーターとしての成功だけでなく、彼の人間性と心の強さでもファンを引きつけてきました。そのため、11月の離婚発表がファンにとっては衝撃的な出来事でした。しかし、ハブさんは冷静かつ誠実に、その決断に至った理由を明かしました。 このような状況が続いていく可能性と、一時改善されたとしても再びこのような状況になってしまう可能性がある中で、これからの未来を考えたとき、お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから、離婚するという決断をいたしましたというコメントは、ハブさんの優しさと相手への尊重が滲み出ています。彼の言葉には、スケートだけでなく人生の中で大切な価値観が詰まっています。 一方で、離婚発表後の一部報道は、ハブさんのプライバシーにまで手を伸ばし、事実と異なる情報を伝えてしまいました。それに対し、ハブさんは12月26日に X とインスタグラムで、ひどい、妄想とか、想像や、嘘だけで記事になっててびっくりします。すごいですね。訴訟して買っても何も良いことないのでしませんがとコメントしました。真実のメッセージ、羽生譲るの静かな怒り。 ハニューのメッセージは怒りが苛立ちに包まれていますが、同時にかの内に秘めた強さと冷静さも感じられます。彼は、すみません、自分、ハニューの言葉です。として、自らの感情を直接伝えました。この一文には、ファンとの信頼関係を大切にし、自らの言葉で真実を伝えようとする姿勢が滲み出ています。また、インスタグラムでは、ファンへの感謝とともに、 ずっとずっと全力でスケートしていきます。とのコメントを添え、モノクロ写真に写る手紙で再度メッセージを発信しました。手紙には、10代の頃からずっと、嘘や妄想で、出会ったことすらない関係者さんの話で記事が出ますが、面白いですねと綴られており、その背後には彼のスケートへの情熱とプライドが感じられます。羽生譲るの新たな決意とファンへの呼びかけ。羽生譲るはこれまで、 スケートと共に人生の喜びや苦しみを分かち合ってきました。しかし、メディアの一部報道に対する怒りをあらわにしたことで、彼が新たな章に向かっていくことが伺えます。ファンからの驚きと心配の声は、長らく、無音を貫き通してきたイメージがあるハブさんに対する深い信頼の表れです。記事を通じて、我々は羽生譲弦が直面している困難に対して、 冷静活動堂々と立ち向かっている姿を垣間見ることができました。彼の真実を理解し、彼のスケートに対する情熱を共有することが、今後の彼の会となるでしょう。ファンとしてのサポートが重要。この記事では、波乳譲るが離婚という厳しい局面で真実と向き合う姿勢を探り、メディアの妄想に対して立ち向かう様子を伝えました。彼のファンとして、彼が抱える感情と向き合う勇気に触れ、 共感することが大切です。真実を追求すること、そして彼の新たな決意を称賛し、サポートし続けることで、羽生譲弦がさらなる高みに挑戦していくことを期待しましょう。